日本のドラマ史上かつてないホラーサスペンス、ついに解禁。パパ、日本が誇るクリエイター秋元康とハリウッド映画総シリーズの監督が送る一大プロジェクト、それが Hulu オリジナルドラマクローズブラッド。主演を務めるのは AKB48 渡辺真由。これは事件なんですよ。とりあえず話を聞くだけ聞いてみましょう。そしてもう一人、 HKT48 宮脇さくら。お父さんには私は止められない。愛と血をテーマに絡み合う謎そしてバイオレンス。我々の理想で歪めていいとは思いません。さらに別所哲也をはじめ、三浦貴大、リリー・フランキー、染谷翔太、壇蜜と豪華俳優陣が集結。圧倒的なハリウッドの才能が日本のドラマを変える。Good job! 素晴らしいです。 Yeah! I approve! That makes me very, very, very happy. ハリウッドスケールのホラーサスペンス全6話、クローズブラッド、本日第1話を地上波で解禁。見ているあなたはもう眠れない。この世界ってね、恐怖でつながってるの。日米合同制作ドラマ「クローズブラッド」、 AKB48 がハリウッドに挑戦スペシャル。日本の国民的アイドルとハリウッドの奇才が出会い、かつてない映像エンターテインメントが誕生した。今年3月、映画の本場ハリウッドから一人の男がやってきた。男の名はダーレン・リン・バウズマン。撮影チームを率いて来日。この作品にかける彼の本気が垣間見える。ダーレンの代表作はサイコホラー「ソウ」。興行収入1億5000万ドルのメガヒットを記録した。その時まだ26歳の若さ。人間の想像力を凌駕する恐怖の世界、圧倒的なリアリティを追求する絵作り、幾重にも伏線を張り巡らせた緻密なストーリーは、見る者を底知れぬ恐怖へと誘う。その記載が連続ドラマ「クローズブラッド」の制作総指揮を務めるために来日した。彼がこだわるのは映像のクオリティ。思い描く最高の恐怖を形にするために一切の妥協も許さない。ハリウッドも日本も関係ない。スタントマンに高いレベルのアクションを要求する。せーの、惜しい、引っかかった。You shoot her when you shoot with nothing on the table, and then you do this. Like from the bottom or from the top? I think all the great. さらにこの作品で重要な部分を担う特殊造形。その仕上がりには強いこだわりを見せる。質感、見える角度、色合い。ダーレンはこの日本でハリウッドを超える作品を作ろうとしていた。主演の2人と初めての打ち合わせ。多忙を極めるトップアイドルにダーレンが思いを伝える。 Hi, I'm Darren. How are you? How are you? I'm Mayu. Nice to meet you. Nice to meet you. This is Shawnee. So, bear with me if some of the things I say don't make sense right off the bat. 僕もこの違う国で映画を撮るんで、ちょっと僕にとっても新しい経験なんですね。いつもと違うことを言うかもしれないですけども、我慢してついてきてください。はい。And I think that
その世界を自分の中に落とし込もうとする渡辺。ダーレンの言葉に引き込まれる宮脇。ハリウッドの世界に足を踏み入れた瞬間だった。ちょっとお話ししたかったのは、これはとても重要。So for me, it's about throwing away the idea of AKB48 for Crow's Blood. Crow's Blood は宮脇演じる奇妙な転校生がやってくるところから始まる。彼女の周りで次々と起こる不可思議な事件。その謎に迫るクラスメイトを渡辺が演じる。物語のキーワードは黒い血。その黒い血が学園を謎と恐怖で包み込んでいく。撮影初日朝6時、ダーレンは予定より2時間早く現場にやってきた。最初の撮影場所はゲームセンター。ここには彼のこだわりがあった。Then you can do what you want to place extras in there. So I'll show you whatever the framing is. And once you get that, we'll bring the whole crew in. じゃあちょっと皆さん外に出ていただきます。ごめんなさい。考える時間。光を操り、作品の伏線を張る演出。透明なシートでセットを囲い、光を乱反射。歪んだ世界を作り上げた。恐怖を増幅させるために映像美は重要。スタッフには数々の要求が突きつけられた。撮影開始30分前、主演の渡辺が到着した。どんな撮影になるのか不安な表情を隠せない。おはようございます。おはようございます。ここは事件を追う雑誌記者の事務所。主人公と記者が黒い血の謎解きを始める重要なシーンから撮影が始まった。果たして渡辺の演技は。何度もリハーサルを行う日本のスタイルと違い、段取りを確認するとすぐに本番に行くのがダーレン流。さらに自分のやり方を徹底するために何度も本番を繰り返すよう指示を出す。カットしても動かないでください。そうだ、この前自分の頭の中、そして渡辺に染み付く想定通りの演技を嫌ったダーレンはここで大幅に台本を変更。そして動画で見るより実際はずっとひどかったんです。幸せすぎて。はけた。ようやく OK が。このワンシーンだけで実に3時間を費やした。あえて台本をリセットするのは役者の奥にある感情を引き出すため。それがリアルな演技を生むとダーレンは教えてくれた。撮影4日目、宮脇桜のクランクイン。散水車で大量の水がまかれ、スタッフ総出で地面に広げる。水をまくことで照明の光を乱反射させる。撮影するのはワイヤーアクションとスタント。120名を超えるスタッフと役者がダーレンの言葉に耳を傾けていた。転校生マキの秘密が明らかになる1話のクライマックスシーン。そして宮脇が現場入り。緊張が伝わってくる。クランクインです。わあ、
緊張する、死にそう。Hello, good morning. How are you? How are you? Excellent. I'm sorry it's so cold that you're wearing a... Welcome to set. 実は運動が苦手な宮脇、ワイヤーアクションは未知の世界だった。今までのアイドルだったりとか AKB っていうのを捨てて、女優としてこのドラマに臨めたらいいなと思います。まずスタントの女性が手本を見せてくれた。すごい表情が、それだけちょっと。アクションに気を取られ、表情が硬くなっていた。指摘を受ける宮脇。ようやく OK がもらえた。倒れ転がり続ける宮脇さくらの挑戦が続いた。ハリウッドの魂が込められたこだわりのカットがどうなるのか、エピソード1のクライマックスは見逃せない。Here, video tip. That makes me very, very, very happy. I think what's exciting about episode one, it's so different than what you guys I think are used to on TV. And I hope that you guys embrace it. 渡辺と宮脇は私の期待をいい意味で大きく裏切ってくれたとダーレンは言う。バイオレンスとサスペンスに満ちた2ヶ月間の撮影、どんな作品に仕上がっているのか。そしてクローズブラッドは Hulu で6週連続の配信がスタート。今夜は特別にエピソード1地上波版を解禁。今までにやったことないような表情だったりとかもあったりしたので、新境地というかまた新しいステージに来れたのかなっていう、またこれで一つ成長できたらいいなという期待、思いも込めて新境地でした。私にとってはターニングポイントになったドラマかなと思っていて、今回はかなり一癖も二癖もある役で、毎回こうどう演じようとか、どうやってみんなを怖がらせようとか、すごくワクワクして撮影に挑めたので、今回のドラマは私にとってかなり代表作になればいいなと思ってます。国民的アイドル AKB48、 ハリウッドの奇才ダーレン・リン・バウズマンによる究極のホラーサスペンス、クローズブラッド、 Hulu で毎週土曜日に配信される全6話、絶対に見逃すな。